はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はウイスキーです。またね、ミニチュアボトルでございます。日課ウイスキーのスーパー日課、これ値段300円ぐらいで安かったですね、確かね。まあスーパー日課自体値段2500円以下で買えると思うんで、フルボトルでもね。これは楽しみです。アルコール度数 43%。容量が 50cc となっております。ね、このなんか、フラスコみたいな瓶の特徴のね、スーパー日課。まあ、日課ウイスキー大好きなんで、これは期待できる。楽しみ。実に楽しみでございます。まあ、50cc って言うと少なそうに見えるんですけど、案外、ストレートで飲む分だと、まあ見た感じ、まあ、3倍ぐらいは俺個人的には、ストレートで3倍近く飲めるんで、2、3倍はね、いただけます。乾杯。うわ、香りっていうか、アルコール臭が、ぐほ、アルコールのこのツンとくる香りがものすごいです。でも飲んでみると、あ、でもそんなでもない。香りが強いんですが、深みもない。ピート香もない。ピート香というか スモーキー臭もない。コクがないですね。あれ？スーパーニッカ。で、飲んでみるとね、甘さがね、全然ない。ニッカウイスキーなのに、甘さが、全然ない感じ。全然ないっていうこともないんだけど、今までの日課ウイスキーに比べると全然ないですね。なんか、水みたいに、スルッと入ってくる。口当たりがすんごい、あれ。水レベル。これは、あらら。ちゃんちゃらおかしいな、これ。スーパー日課の故郷である北海道余市。ああ、やはり余市か。ああ、余市か。俺の嫌いな蒸留所ですね。俺、余市はあんま好きじゃないんですよ。確かに言われてみると余市に味がすっげえ似てる。香りはね、あれみたいな感じ。スコッチみたいな香りがするんですよ。ね。ものすごく。だからスコッチ系列というか、余市好きな人は好きなんじゃないか。だから、このなんかピキってくるこの、なんだ、スパイシーな、
香りと味は強いのはわかるんですけど、ただ、宮城郷は俺好きなんですけど、宮城郷にある、まあ、宮城郷のウイスキーでの良さである、まあ、いわゆる、スモーキーな味っていうのがない。いわゆる重くない軽いウイスキーの感じですね、こっちはね。陽一とね、宮城郷はね、全然、あれが、味が、全然違いまして。180度違う。陽一は軽いんですよね。味もなんか、すごいスパイシーで、ピキーってくるやつ。ね。でも、宮城郷は、重くて、結構ドスッときて、コクがあって、まあ、ね、スモーキーな。うん。味なんですよね。なるほどな。なるほど、そういうことか。だからこんなに、余市の風味があるのか。うん。1962年、満を持して発売されたスーパーニッカは、大卒初任給が、17000円だった当時。3000円という高価格。17000円初任給?10 倍以下じゃねえか。10分の1じゃん。今の10分の1どころか、初任給20万ぐらいじゃないの今。だから、今の13分の1ぐらいか。恐ろしいな。ということは今でいうこのスーパーニッカの価格は、12、3倍。3000円の12、3倍ってことは、3万、6000、7000。バカだけじゃん。バカだけじゃん。中身でな、だけでなく、ボトルにも凝っていた。生産量は年に1000本と、ごく少なく、市場では幻のウイスキーと囁かれた。はぁ、あ。やがて、日本は高度成長の時代を迎え、かつて幻と言われていたスーパーニッカも少しずつ売れ行きを伸ばしていく。はぁ、あ、はぁ、あ。うん、ブレンダーへ、山下ブレンダーへのインタビューというのがあります。スーパーニカとはニカウイスキーの製品の中でどういう位置づけのウイスキーなんですか？スーパーニカは現行のラインナップの中で唯一製造者である竹鶴正。これなんて読むのか毎回気になるんだけど。竹鶴なんていうのこれ。これググっとこう。ちょっとマジで、これ毎回出てくるから。まさたかじゃない。あ、まさたかだよな。危ねえ、よかった。合ってた。竹鶴まさたかですね。がブレンドしたウイスキーで、当時最高級のプレミアムウイスキーとして発売されました。製造者にとっては、究極の酒であったろうと、当時の知る人が証言しています。なるほど。現在のスーパーニッカは製造者がブレンドした当初のものとは位置づけは異なっていますが、その精神は脈々と受け継がれています。現在のスーパーニッカの特徴は、スーパーニッカは、陽一の重厚で力強い穏やかなピート漂うモルトと、宮城郷の柔らかで華やかなモルト、そしてニッカ独自のカフェスチル、で蒸留したカフェグレーン、この3つの原子をブレンドすることで成り立っています。芳醇で熟成した華やかな香りの中に穏やかなピートが香ります。うん。バランスのように滑らかな味わいが特徴です。うん。まあ、これ値段確か2500円ぐらいするよな。ちょっと忘れたけど。
これいくらぐらいですか？これはちょっと個人的に残念なんですが、あまりよろしくない。2200円ぐらいですね。2200、300円。うん。でしょうか。うん、まあ、あんまりよろしくない。悪いですが、あまりよろしくない。ちょっとあれだな、宮城京と、違う、余市と飲み比べて。余市ちゃん。まずい。よいちまずいち。よいち。てか、ぶっちゃけた話、陽一とほとんどあれ、値段変わんねえんじゃねえか。だって陽一これ500ミリリットルで1600円ぐらいするでしょ。それだったら陽一買う必要ないんじゃないかね。スーパーにか買った方がよくね。こっちはシングルモルトなのか。こっちはブレンデッドだよな。わかんない。多分ブレンデッドウイスキー。陽一の方はシングルモルトですからね。ということは、スーパーニッカか。多分陽一とかなり似た味がするんだよ。うん。うん。あ、でもまだ陽一の方が、あれだな。まだ、あれだな、スモーキーフレーバーがあるね。うん。スーパーニッカはこの余市のスモーキーフレーバーをぶっ飛ばして、なくして、香りに注いだっていう感じはします。多分。うん。うん。かなりあれですね。スーパーニッカは、陽一に比べれば、香りがすごい強いのはよくわかる。まあ、アルコール度数 43% って同じだからね。ちなみに、余市と同じですね。アルコール度数ね。それなのに対して、余市の方がまだおとなしい。うん。まだおとなしい。結構こっちは、スーパーニッカはね、結構ね、アルコールの感じがブワッときて、鼻にツンとくるのが、結構ありますけど。うん。よいちゃそんなことないな。宮城京美味しいんだよね、個人的には。うん。宮城京これよか。多分スモーキーな感じがするような気がしたんだけど。もしかして。
確かに俺、余市よか宮城業の方が絶対的にうまいと思ったはず。最初飲んだ時。絶対。これは間違いない。余市はね、俺の中ではスコッチのイメージなんですよ。宮城業はジャパニーズウイスキーなんですよね。で、ブラックニカ8年に近い感じの方の、味なんですよ。いわゆる。ヨイちゃんも海外のイメージですね。ジャパニーズじゃなくて、日華ウイスキーっていうより、もうほとんどスコッチの影響をだいぶ受けてるような気がする。うん。うん、やっぱね、宮城郷の方がうまいです。やっぱり。宮城郷はね、結構スモーキーな。うん。どちらかというと、竹鶴12年みたいな感じ。の方面。ですね。竹鶴12年とか、もしくは、ピュアモルトホワイトの部類。ピュアモルトホワイト。ブラックニック8年。こっちの方面の味。余市は、日華ウイスキーだと、俺は、このスーパー日華ぐらいのしか思い浮かばないですね。方面としては。うん。うん。あれあれなんか、余市の方がスモーキーな感じがするな。あら。あれ、もしかして余市って結構スモーキーフレーバー強かったりする？宮城県の方が弱いんじゃない？あ、そうかもしんないね。あれ、おかしいな。あれ、なんかだんだんわけわからんくなってきた。あれあれ余市の方がなんかスモーキーな味するぞ。ただ香りがね、余市はなんか、スコッチの方面なんですよね。そこなんですよね。余市と宮城郷。誰かのあれがサイトで飲み比べっていうのがあります。宮城郷はね、香りが余市に比べると全然ない部類です。うん、うん。あ、確かに。あれだな、スモーキーフレーバー的には、宮城郷よりか余市の方が強いんだけど、なんか余市はかなり香りがものすごいんで、それがなんか、結局下、こう飲んだ後の下のところに当たって、なんか全部余市は揮発していく感じなんですよね。香りにブワーッと全部変換される感じなんですけど、宮城郷は結構ドーッと残って、下の方にこう、下の奥、喉のあたりにこう残っていく感じがあるんですよね。うん。
結構穏やかな味わい。なるほど。オッケー。大体わかった。で、タケツル12年も飲みます。飲みますが。タケツル12年ね、案外ね、俺最初に評価した後よく案外、美味しいなと思うようになってきてるんですよね。最初はあんまりブラックニカ8年がまずいなと思ったんですけど。うん。あ、これ開封した後のこう、あれでありますからね。開封してしばらく経って、からだとなんか、あれが味わい変わったりしますからね。うん。うん、やっぱ竹鶴十二段はどう見てもあれだな。宮城郷方面だな、これ完全に。完全に宮城郷方面。洋一ではない。香りは結構穏やか。で、やっぱ分かったこととして、こっちは絶対スーパーニッカはかなり洋一方面の味です。これは間違いないでしょ。俺の舌がバカ舌でなければ、間違いなく洋一方面です。だから、ただし洋一にあった、スモーキーな味わい。ね。ピートコー。データン。スモーキー味わい。が、全くない。竹鶴12年もしっかりある。スモーキーフレーバー。だがしかし、スーパーニカにはなくなっている。これは、どういうことなのかわからんが、洋一方面に特化し、香りだけを強くした結果、宮城郷でね、スモーキーフレーバーがなくなってしまったという、他考えられない。うん。ブレンダーとしてちょっと、どうなったのか。ブレンダーの人をちょっと疑いますね、これは。これはちょっと、おかしなことになってる。味が。まあ値段が2200円。ですから、まあ竹鶴12年、まあ、もう今なくなりましたから、まああれですけど。ピュアモルトはまあ、あれちょっと、異端の部類ですが、まあまだあれですね。方向性がだいぶ変化してますが、これは方向性を一丁に伸ばした結果、余市の方を、伸ばしすぎた結果、余市の長所でもあった、スモーキーな味わいが。なくなってしまった。間違いない。ね、あとこれ一杯分ちょっと残しとこう。これちょっとロックで飲もう。ね。いや、ロックで飲むか水割りで飲んだ方がいいか。水割りで後で飲もう。これはちょっと考えられないですね。竹鶴正隆、本当これ、こんなの望んでたのか。まあ昔のスーパーニッカはすごかったらしいですけど。まあそんなもんは昔のザレ事ですからね。少なくとも、今を生きている俺にとっては全く無関係なことで。コクはほぼない。ほぼない。これはほぼないですね、コクはね。甘みは、もうまあ、あんまりない。あんまりない。で、香りだけ突出してるんですよ。これはちょっとないな。今後買うことはないでしょ。残念ながら。2352です。まあ、これはミニチュアボトルで買って正解でした。ね、皆さんもちょっと、ね、スモーキーフレーバーが好きな人は、ちょっとこれは、ね、一回ちょっと、フルボトルでは買わないように、
した方がいいと思います。ご視聴ありがとうございました。